佐藤敦史のワイルドナイト。さあ6月1日1日、1週目なんでマジョッパンさん来てもらってます。こんばんは。わあ、はい、1日なんかいいね。1日からやれることが、そう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 、いいじゃないですか。なんか3日の火曜日じゃなくて1日の火曜日、うん、まあ1週目だしね。うん、そう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 。いや、長かった長かった1ヶ月。今日は久しぶりに、はい、ギターを持ち込んでいらっしゃるので、登場。はい、なんかそろそろ新しいね、オープニングのテーマ曲を、あ、先月言ったから、うん、いや、もう結構前から言っとったあ、何披露してくれるの。そう、ポーッとなんかちょっとアイデア浮かんできたんで、よし、ちょっとまあ聞いてみてもらおうかなと思って。どうすんの、初めてそこで披露してオンエア中に俺らがダメ出ししたら、うん、もうそしたらもうまたボツ、それはボツだ、そう何それとか、そう、もう長いとかじゃあでも本当にリフだけだから、うん、そこからね、ちょっとまだツーバス、ドラムをツーバスにするのか、うん、うん、っていうのでちょっとまだ、じゃあまだ何も聞いてないから、え、ツーバスがつけれそうな曲なのって、うん、うん、そうそう、つけれそうな感じなのね。そうなんだ。まあ、番組のね、はい、スタートの時の、そうそうそう、今はちょっとストライパーのパクリっぽい曲をつけてますが、まあ、これでしょ流れてる。あ、聞いてない、ね、聞けよそれうん、聞き飽きたからはい、ということで、まあ、後ほどちょっと聞いてもらおうかな。流れてないんだよねはい、ラジオにはずっとかかってますよ。マジョパンさんが弾いたそのストライパーっぽいやつ、コーリングオンユーっぽいやつでしょ。そう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 。俺はね、実はこの間びっくりしちゃったと思うけど、うん、そういう風に聞いてなかったんだ。ああ、まあ、なるほど。あ、変わっちゃった。はい。ということで、はい、まあ、ちょっと後にまたお披露目してみたいと思います。はい、ということで、まず今日は一発目、5月14日にようやく新譜が届きました、デバラさん。ただ、さっきジャケット持ってきてた、うん、あ、ちょっと審査に渡しちゃったから。ただ、うん、ごめんなさい、5月14日に新譜出た、デビューしたばっかなんだけど、これほとんどかけとるよね。中華、もう解散しました。嘘、はい、あの、これ簡単に言うと、まあ、リーダーがあのね、トトロのスティーブ・ルッカーさんの息子さん、ね、トレバー・ルカーさん、うん、はい、が作ったバンドなんだけど、うん、はい、解雇されました。なんで、またちょっとこれも後でちょっとお話ししたいと思うんですが、はい、びっくりしました。私もそこ解雇あり、なんかね、いきなり通達が来たらしいよ。でも、まあ、クビだって、うん、でバンド名そのまま一応ね、だってドッケンがジョージ・リンチ、ジフ・ピルソンとかがドン・ドッケンクビって言ってドッケン名乗ってるようなもんじゃない。うん、そういうこと、そういうこと、そういうこと。ボンジョビのメンバーがジョン・ボンジョビクビにして、俺らはボンジョビって、そんなことある。そうだから、バンド側からトレバーさんはクビにされたで、はい、まあ、レバラはレバラかさて、14日に出て、そのクビになったっていうのが17日に出たから俺もびっくりしたの。俺もなんで、 何やらかしたの、何かやらかしたの。いや、な、うん、まあ、まあ、それは後ほど。でもとりあえず一発目聞いてみたいと思います。聞く意味あるいや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 、あの、リリース中止とかそういうのになってないから。なるほど、うん、これは一応このアルバムは3人とも素晴らしいアルバムだから、みんなに聴いてほしいって、そこは共通してるから。まあ、それは印税入ってこないねはい、おい、はい、とりあえず聴いてみたいと思います。アルバムの1曲目、レバラーで Heaven Knows。 はい、
聞いてもらいました。最初にかかったやつね、これね。うん、そうで、一応バンドからは5月18日にこのお知らせが Facebook で出ました、うんうん、その前日にトレバーさん個人が、ちょっともうこの情報を隠しきれないということで、やめてやったぜみたいな、違う、クビになってたぜそう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 、実はみたいな、はい、で それによるとですね、なんと6週間前にいきなり手紙で首を通達された。一応何1ヶ月半ぐらい、2ヶ月近く黙っとったってこと、うん、そう、うん、でもこれもうキープしてこしていけないからもう言っちゃうけどっていう感じで、はい。でまあなぜこんなことになったかというとですね、うん、まあ詳しく細かくはわからないんですが、まあなんかモラル的にどうのこうのっていうことは書いてありました。ただ多分このなんですかね、まあトレバーがいることで、なんだろう、そんなに努力しなくて もう成功を約束、ある程度約束されているっていうやっぱり見方が、まあちょっとこの2人、ボーカルとドラムのジョッシュとジュースが、まあそこはちょっと違うんじゃねえかみたいな感じでトレバーさんを解雇したような感じ。何が違うの？まあ要するに自分たちの実力でトレバールカさんなしでもやってやるぜ、うん、まあそんな感じ、トレバーばっかりチヤチヤしやがってそう、うん、っていう感じみたいですね、はい。でバンドはとりあえずこの2人で継続していくみたいです。ボーカルは？ボーカルこの人、あのトレバーはギタリストなんで、はい。でトレバーはもうすでに新しいプロジェクトを、そうか、はい、やっております。はい。で曲も今作ってて、そうね、 Facebook 見るとなんか18トラックなんかできたみたいなことを今日見たら書いてあったんで、結構活動やっぱり活発に。ジャンルはこれ系だね、やっぱり。多分こんな感じ、うん、聞いてないからっていうか、まだ音自体は表に出てないんであれなんですけど、多分ね、うん、レバラ系で行くんではないのかなと私は思っております。はい。でもいきなりで本当びっくりしました。CD 出て、おーこれからと思ったらなんか今まで作った PV はどうなるんだ本当にこればっかりはびっくりしたねって感じ。ただこの関連、この関連じゃないわ、他でまた解雇のニュースが一個飛び出しまして、メガです。あのベースのデビッド・エルフソン、この方も解雇されてしまいました。あの唯一っていうかね、デブ・ムスティもそうなんだけど、それと唯一、結成当初からやったベースのデビッド、ダブルデイブの一人、この人が、5月24日付でバンドから解雇されております。先週じゃん、うん、ただこの解雇はちゃんと訳があって、まあこのコロナ禍の中でデイブさんなんかちょっと老いたをしてるらしくて、別にいいんじゃないの、未成年を怪獣っていうのかな、なんか怪獣、うん、言葉でちょっとなんか服従させるような、そんなことをなんか SNS を通じてやってるみたいで、これが結構ニュースになっておりまして。あ、そうなんだ。はい。流出画像とかもいろいろなんか流出しちゃって、どうなるかなって、これが5月の10何日かに流れてたんですが、24日にとうとうバンドからクビですということで、はい、Facebook でポンと出てきました。なんだろう、家出少女みたいなの囲っとったとか、そういうノリ、そういうのじゃないみたいね。まあ、あんまり詳しくは書いてないので、何をどうしたかっていうのを、ただ写真とかその SNS でのやり取りなんかが流出しちゃって、それが、波紋、まあ、未成年も含まれてるということで、ちょっとバンド的にもね、これ全世界的に有名なバンドなんで、うんうんうん、どうなんだ、どうするどうすると、これは本当なのかってなってたら、まあ5月24日最終でクビになっちゃいました。そうなんだ。はい。でちょっとこれ、この2つの解雇の話の文章を見てちょっと気づいたことがあって、2つともですね、バンド側からその
首に下側、うんうん、よく使う文章、この2つ共通して出てくる文章全く一緒じゃないんですけども、レバラの方は This decision was not made lightly、 簡単にこの決定を下したわけじゃないんだよっていう表現を、メガデスの方も We do not take this decision lightly ということで、まあなんだろう、このなんだろうね、公式な側っていうのかな、うん、首にする側っていうのかな、うん、っていうのはこういう表現、もうやむなくっていう感じね、うんうん、まあでも逆にこれ使うと嘘でしょってあっさり切っただろうってことね、なんか言い訳にしか見えないんだけどね。まあでもそのメガデスの方はちゃんと理由があったんであれなんですが、そうそう、レバラさんのこのトレバーとレバラのちょっとやり取りなんかを見ていると結構、うん、なんか円満な別れ方をしていないので、トレバールカさんはなんかやらかしたんじゃないの出てきてないだけで、あでもそしたら次の活動できんか、うん、そうだからね、トレバーのフェイスブック見てると結構レバラをちょっとなんか揶揄する表現がちょこちょこ出てきます、まあまあ、ということでやっぱりなんか一方的に解雇されたのかなって。でもトレバーが作ったバンド、トレバーが集めてきた2人、アメリカだからさ、そのバンドの名前の版権を誰が持ってるかとかさ、うん、決めてただろうにって思うんだけど、解雇できんのかってねえまあ面白いね、海外はね、本当に違った意味でね、めちゃくちゃだよね、これ、はい、ということで、ビリーガンズも2つあって揉めとったじゃんね。ああはい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 、和解したらしいけど、この4月に、ラットもそうだしね。あそうだね、すぐ裁判やるよね、裁判、うんはい、ということでですね、まあ残念なニュースなんですが、はい、レバラさんですね、5月14日に CD リリースされる直前に、うん、まあ、直前に出たシングル、まだここではかけてないシングルをちょっとかけてみたいと思います。いやこれがレバラかけるの最後かな、うん、ここ半年ぐらいもうずっとかけ、ずっと毎月かけとったもんね、うんうん、応援しとったんだけど、なかった月は今月レバラないやらんのみたいな感じまあね、はい、じゃあちょっと聞いてお別れって、もうお別れなのねさっきのさ1曲目今かけたさ、ヘブンノーズ、うん、かけた時さ、一番最初別にメタルっぽくないんだよね、チャッ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 って、何を持ってきたんかなと思ったちょっとトレバルカさんがっていう話になるんだけど、うん、それはそれでも毎月押しとったもんね、うん、ねえ、スティーブ・ペリーがコーラスで入ってたりね、うんうん、さあまた1曲公開されたから1曲ずつ1曲ずつボンボンボン持ってきてさ、大体、うん、ね、去年の暮れから CD できたって発表はするけどいつ出るんだっていうのずっと伏せてたからね、うん、で1曲ずつ1曲ずつ公開して公開して配信スタートしてってで、まあ、先月か先々月ぐらいからようやくもうすぐ出るよって言って言ってたら解散解散じゃないか、トレバルカさん首、うん、首っていうのわけわからん、はい、はい、じゃあ聞いてみたいと思います、レバラーで、もう一曲いくのね、うん、はい、はい、レバラーでオーディナリー、ほい、なんか番組宛てにツイッターのコメントが入っております、トレバー解雇、はい、コメントがいただいておりますエタニティブルさん、はい、ありがたい、ありがとうございますありがとうございますそうなんです、解雇なんですショックなのかな、シリ、あ、本当じゃん、番組の告知までしてくれて ありがとうございます、うん、ありがたい、他の皆さん、はい、いやもうこの右側の人いないですから、ああCD 買ってくださいねいや、まあ、あの欲しい人は予約しとったか待ち望んでいた瞬間、うん、うん、これエタニティブルーさんはどっからトレバーをかけとったのかな、だってメタルっぽくないじゃん、まあ、あ、まあね、
三谷ティブルさんがメタル好きかどうか知りませんけど、あ、はい、いやつまり半年前にマジョッパンさんがこう紹介し始めて、うん、なわけないか。じゃあ、まあ、だってハードロック好きな人ってスティーブ・ルカさんも好きでしょ。まあまあ、うん、なるほど、まあ、何かしらの情報取れば解雇、まあ、それもそうなるよね。笑いが入ってた、笑いだってデビューだ、デビューして3日後に。面白いね、うん、タナティブルーさんに電話でつなごうか。電話番号ツイッターで、じゃあここ来てもらおうか。なんか楽器弾けるんかね。女性じゃないですか、うん、まあ、女性でも楽器弾けるかもしれない、うん、そう、歌歌えるかもしれない、あ、めちゃうまいかもしれない、うん、めっちゃダメ出しされるかもしれない。そうなんですね、コメントいただきまして、はい、谷さんありがとうございます、谷ティブルさんありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ一回 CM 挟みますかね。はい、じゃあ CM 行きましょう。ワイルドで行こう。スーパードライ。世界でただ一つ。このビール。この辛口。世界をドキドキさせる。ザ・ジャパンブランド。アサヒスーパードライ。少女町第2、まず終わるのでいこう。さあ、そしてお次は、はい、続いてはとうとうですね、新しい、あの SE? オープン、そう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 、もう聞けるらしい。え、だって予定ここで。よし、ごう、ちょっと待って、BGM も消さないからね。それは何ですか。いや、今始まる瞬間に。ちょっと待って、その番組なん、どういう時だったっけ、ポーンって辞表が鳴って、いきなり始まるんですか。いや、それはまだこれからなんで、そのね、タイトルコールしてから始めるのか、どういうふうがいいですか。終わった後に佐藤淳ワイルドで行こうって言った方がいいか、佐藤淳ワイルドで行こうって言ったらジャカジャンかジュイーンか知らんけど、うん、どっちがいいんだろうね。それまだ考えてないもんだ、聞いたことないもんだって。それに合わせて作ってくれたんじゃないの。いや、一応基本はタイトルコールしてから曲って感じだけど、タイトルコールだけ出ますか。出る、タイトルコール自分ですか。あ、俺が適当に言ってもいいよ。お願いします。あ、じゃあ3人で言いますか。一応でもこれアコースティックだけど、イメージ的にはエレキでディストーションガンガンにかかっとるって思ってこれを聞かんと。そうそう、ただ難しいわ。難しい。取ってきてくれよかったの。OK、 じゃあ行ってみますか。はい、佐藤淳のワイルドで行こう。こんな感じのギターリフでございます。長い。だから、え、あ、いや、だってこれを要するにフェードアウトしてって BGM になっていく。2回効果がっとるよ。そう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 。え？え？で、これにそのダブルのバストラをつけるのか、ドゥク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 。うん、つけれそうだったね。うん。そう。
なるとちょっと今日はさあのちっちゃいマーシャルアンプとか勢ぞろいさせてさほらいくつかあるんでしょあるよ4つぐらい買ってそうでしょそれをエレキでやらないとなかったんだよだって荷物多くなるのも大変なんだってあれはい、なんでこれをちょっとまた、うん、ドラムベースつけて、うん、ギターをちょっと2本かましてね、どんな風になるのかなって、うん、だからね、オープニング、うん、っていう感じでいきたいかなって、はい、まだあんまピンとこんねじゃあだってさ、アコギだもん、はい、はい、じゃあ来月もう一回聞く来月作ってくるわ、ちゃんと。じゃあもう一回だけ聞く、もう一回聞いてないんだ。せーの、いくよ、ワン、ツー、スリー、フォー。これ一曲になるね、曲になる、うん、でコーナーとか CM 入るときとかはあれまた違うジングル、そういう短くショートバージョンするでしょ。マジで、あーディーン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 って終わるから、それ長くないか、それってまあ短い方がいいまあまあちょっと1ヶ月あるんで、はい、ちょこちょこ作っていこうかな、はい、作ります。あれだよ、あの審査に早く送っとかないと、うんうんうん、当日持ってくるとバタバタってなるよ、うん、なんでね、ジングルも音が出て、うん、ワイルドでいこう、でもいいしね、そうそうそう、なんだ、うん、あのどうでもいいこと言っていいですか、マジョパンさんの週でかけてる佐藤敦のワイルドでいこうっていうところが佐藤敦のっていうの、はい、俺あれが気に入らない佐藤敦のって上から言いたいんだけど、佐藤敦のっていうクエスチョンマークあれが気に入らない、あれが初期の初期だったからね、あれがね、そう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 、はい、作っていきます。はい、そして次ですが、はい、今日私が来ているドッケン、はい、これを、なんだろう、マイケル・スウィートの三本部と、なんだっけ、ジョージ・リンチのジ・エンド・オブ・マシーン、じゃあ、ジ・エンド・マシーンだっけ、エンド・マシーンか、うん、うん、を、フロンティア・レコードから全部出てるから、うんうんうん、全部抱き合わせで T シャツ付きで、これを買って、まあ、確かに、ね、あの2016年のライブ、うん、ジャパンツアーもありましたが、あれは行ってないのかな、あっち行ったっけ、うん、行ってない、ね、ね、そうそう、すごい、うん、すごい迷ったんだよね、行くのね、なんでかっていうと YouTube とかで、ね、いろいろ映像を見たら、さすがにこれ見る価値ないでしょみたいな、言うね、ごめん、もうはっきり言っちゃうの、ね、だってドンさん全然声出てないし、ジョージ・リンチ絡んでこないし、って感じで、でやっぱりね、そのあと、うん、大阪とかといろいろ映像ね、やっぱり最初の 1,2 曲は録画 OK だったんで、ね、いろいろ映像 YouTube 流れましたが、やっぱりあ、見に行かなくて正解だったかな、なんで、とりあえずさすがにでもこれは持っとかないといけないかなっていうことでアルバム買いました、 DVD 付きのやつを、まあそうしたらやっぱりボーカルは別撮り、あ、そうなの？だから聴ける状態になってます、これは。はい。あ、今日ライブ流すってこと？流しません。あ、流さない。はい。そしたら1曲目にスタジオレコーディングということで、その16年の時の再結成の時のメンバーとあの状態のまんまで新曲をレコーディングしておりました。はい。それを聞いたらですね、これで良くないかって。要するにその当時のドン・ドッケンのね、その声量
あの声の音域で曲を作ってるから、それはそれでいいわけよね。無理やく その一曲はいい感じだったのね。うん、無理やく昔の曲をね、声出ないのに、キーじゃないわ。もう、音自体を変えて、うん。ね、無理やく歌うより、その出る音域で曲作った方が良かったじゃん、みたいな。なるほど。うん。だから結構、私は気に入っております。ごめん、これ聞いてないの初めて聞く。はい。なんで、早速聞いてみましょう、じゃあ。はい、じゃあ、ドッケンで、It's Another Day。ワイルドで行こう。スーパードライ、世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。長者町ダイニング、まずワイルドで行こう。なんで遠なの。はい、俺あんまツイッター見ないんだけど、本当シンさんに言われないとわからなかったっていう。いろいろと、はい、番組に宛てにありがとうございます。佐藤敦史とって書いてある。しかもドッケンというバンドではなくピルソンというバンドの来日コメだと思っている。ジェフピルソン好きなのかな。でもドラムされてたんですよね。うん、飲みに行きたいわ。いらっしゃい。お酒が解禁になったら。ああそうだね。うんうん、ね、同年代のドラム。うん、でもエタナティブルーでしょ、ね、ビジュアル系じゃないのかな。いかんそれ言ったら。でもゴリゴリのメタル好きっていうらしいですよ。イメージするのは自由ですもんね。まあね、まあね、うん、大昔にバンドでドラム叩いてた人ですだから最近はやられてないのかな。うん、あ、これを機に復活されるかもしれない。あかん、ね、そうね、うん、それもありかもね。いやもうなんかさ、の飲みに行こうぜって今言えないじゃん。飲む場所もないし、まあお酒ダメだけど、はい、解禁してくんないかな。まあ20日ぐらいまで辛抱。うん、はい、もう一回飲みちゃったら困りますけどね。あ、そうね。いやー、エタニティブルーさん飲みたいですね、いっぱいね。ファズでね。え、まあ、ファズでハズじゃなくてもいいですけど、どうでもいいです。番組的にはハズじゃないですか。そうですね。なんのテンション下がる。また宮本さんに会いたいね。いやもう今日閉店してますから、特に。はいはい、はい、じゃあ続いてですね、今度はマイケルスウィートさん。はいはい、リボンアゲンがまあもう出て2ヶ月うん、経ちましたかね。はい。で、まあ、さっきのまあ、ニュースとかも全部そうなんですが、まあ、全部英語で書いてあるので、ちょっと、辞書とにらめっこしながら、解読しておりますが、うん、マイケル・スウィートさんのこの、ライナーノーツっていうんですかね、うん、これにも結構面白いこと書いてありました。よく読むよね、それを。やばい気になる。全部英語だよ。さっきからそうだけど全部英語を読んでるからね。はい、一応ね、一応学んだことは活用しないと何のために行ったのって言われるぜ、また。 This is a pen ぐらいしか。はい、でですね、まあこの表一枚ペロってめくってもらうと、まあマイケルさんのコメントが書いてあるんですが、うん、まあさらっといきます。読んでいくと、2003年のストライパーのセレブレーションツアー、うん、この後に、まあ、すぐ家に帰ってソロアルバムの制作に取り掛かった、はい、家で10曲ぐらいのデモをレコーディングして、まあ、スタジオをすぐ貸し切ってアルバムを作ったそうです、うん、はい、でなんで1回完成したんですよね。でそっから
CD をリリースするためにいろいろレーベルを探してやってたんですが、で、まあ、2004年のフロリダでのストライパーの公演の後に契約をするところまで行ってたんですが、まあメンバーとストライパーのメンバーとプレイしているうちにこれ良くないかということで、うん、ストライパーの名義で1回出したわけです、 CD を。だからリボーンに至る過程としてもともとは、うん、ソロ用に作ってたってこと、うんうん、そうなので、まあ今回ですね、まあその時にまあ2005年8月16日にリボーンをストライパー名義で出したんですが、うん、まあやっぱりいろんな意向を受けてやっぱりオリジナルのバージョンを、うん、まあマイケルさん出したいということで、今回これを、まあその時のなんですかね、やっぱりストライパーでは出せなかったハイノートのボーカルとかリズムギターとかシンセとか、うん、なんでそういうのを取り入れて、まあちょっと新たに1曲だけちょっと作り直したのがパッション。これあのリボンアゲインで 2曲入ってるじゃないですか、うん、で一番最後に入ってるパッション、うん、これがまたさらにマイケルさんの1個そのハイトーン入れたリズムギターシンセなんかを入れて作り直したパッションというのが入っております。はい、はい、でこれをまあ特にマイケルさんおすすめということで、はい、であとは、これを作って弾いたメンバーのバンド、うんうん、これも皆さんにこの演奏とかもちゃんと聞いてほしいって、まあ、マイケルさんがすごいおすすめしておりますって書いてあるんだそこに、うん、書いてある、はあ、はい、全部訳しました、はい、へえとしか言いません、はい、これごめんね、あの魔女っぱなさんにいただいたんだよね、レコード LP を、うん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 、しかもサイン入りでいただいたんだけど封切ってないいや飾ってないの、飾ってあるよ、うんうん、あ封切ってないって段ボールの箱開けてないじゃないよ、あレコードの封を切ってないから、うん、あ、 いやあれを切らん方がいいんじゃない、あでもレコード色ついとったっけ、色っていうのはレコードついてない、黒だな、じゃあ、まあ、その開けてないから分からんけど、うん、オーダーが黒しかもうできなかった、あそうだね、うん、でこうサイン入ってるけど、うん、LP にもサインマイケルスイート直筆みたいな、あすごいですよ、でも価値が高いまま維持で、絶対裏もだって い, やいつか高く売れると思って言ってるわけではないですけどまあそうだね、うん、じゃあで日本版 CD 出ると思ったってなかったんだよね、うん、はい、ということで、まあ、マイケルさんのその一番のおすすめの、はい、撮り直したパッションをまた聞いてみたいと思います、はい、マイケルスイートでパッション。俺はね、はい、ストライパーの方がいいんだ、うん、あ、この曲はね、マイケルさんのおすすめということで文句言えんけど、はい、そしてですね、先にこれを出してくれればよかったんでバンドバージョン聞いたらおおって知らないでもこれがやりたかったんだね、そう作った人はこれがやりたいって言ってるんだから、なるほど、はいはい、そしてなんとですね、まあ、マイケルスイートのフェイスブックのコメントで、6日前に、うん、はい、なんとマイケルスイートの息子、これ驚きだわ、はい、マイキーさんが、ソロプロジェクトで曲を出したということでですね、実は今回ご紹介する曲は12月29日に音自体はリリースされてます、知らなんだ、はい、ただ5月22日からあのオフィシャルのミュージックビデオが配信リリース、うん、あそうなの、はい、ということで今回こっちをかけてみようかなと、はい、2曲出してるんですけどね、イメージ的にはあもう全然ハードロックじゃないです、あ違うんだ、うん違う、なんどっちかっちゃあれば、あの、ね、イメージ的にはね、休日のニューヨークの街って感じ、いやクリスチャンメタルやってくれよって、うん、全く関係ないですはいはい、ただうん結構心地いいです、はい、だからハードロックじゃないです、はい、そこだけは最初に言っておきます、はいはい、で聞いてみたいと思います、あやとバンド名じゃないよ、あのプロジェクト名がローカルエイジということで、はい、はい、皆様の
YouTube じゃ iTunes かなんかで、ねうん、2曲出てるんで、はい、YouTube は見れるんだよね。見れます。はい、22日に配信スタートされてる、5月に、はい、はい、じゃあ曲いってみたいと思います。ローカルエイジで Wish You Well。 なんだっけこれ一応マイケルさんの息子、マイケルさんプッシュしてるわけなんで、はい、ちょっと今日のマイケルスイート推しはちょっとうなずけんわ。どっちも なんちゅうことを言う、本人が推してるんだからパッションもす、まあ、そうなのかっていう感じだし、はい、ローカルエイジ、はい、あでもまあ情報としては、はい、そうそうそう、ちょっと衝撃だからこれ情報番組私物化してる。はい、そしてですね、はい、これまだシンさんにしか見せてないんですけども、うん、とうとう手に入れました。何それ？メイヘム。うわ出た。はい、あのデッドが自殺したのが表紙になっている CD です。ブラックメタルね。はい、これ本物の写真。えマジで？マジで。なんでコピーのコピーだから結構劣化。もちろんだってこの当時のやつだから、インスタントカメラで撮った写真をコピーしてアルバムにしてるから、まあ今みたいにデジタルじゃないんではっきりはしてないんですけども、ちゃんとこれ脳みそで、あの 手首ざっくり切って、いらんいらんそんな解説。はいはい、見れんくなってきた。で一応これまあ多分ね映像載っけれないんで、公式に出回ってんの？公式に、公式にインディーズで出回ってるのは、出したのは300枚だけ。そのうちの1枚？違う、それを焼き回しした、うん、みんなコピーでいろんなレーベルというか、インディーズのね、うん、ブラックレーベルが、はい、ということで値段もバラバラです。高いものは1万以上します。すごい、ね、僕のは多分これね、コピーのコピーのコピーのコピーだから1500円。それでも1500円する、うん、しかもジャーマンから来ました。なんで届いた時にジャーマンからなんで、除菌スプレーでちゃんと除菌してね、一応段ボールでもね菌は生きているということなんで、怖いね、はい、まあ、仕事柄もそうだよね、うん、そう、除菌スプレーで除菌してから、はい、開けました。はい、綺麗ですこれ、はい、これを大丈夫です、俺貸してもらわなくて、うん、とりあえず見せて、この本物があるんだよということで。なるほど、はい、これは多分そうだね、後でインスタに載せるときだけ表紙は載せます。はい、あとのフェイスブックとかはモザイクかけます。多分これアウトだと思うんで。でブラックメタルからこれですか？うん、これから、まあ、悪魔つながり、悪魔つながりマイケルスイートと悪魔つながりということで、はい、最後にかけたいのが、5月14日リリースした3本。そういうことね。ただね、日本語で3本3本って言われるとね、なんか僕嫌なの、嫌いなの。3本だもんだって。3本はい3バンブ、じゃあブじゃないか、3バンブ、そう無声音だからこれね、はい、そうだから活字にして、だって3ボムってカタカナで書かれるとさ、なんかサムボムってなるよ。そうそう、はあ、3ボムか。そうそうそう、なんかガムのちょっとね拍子抜けしちゃうんですが、でこれの2曲目に入っている、はい、Take Me Away、うん、これがどう考えてもブラックサバスの、ブラックサバス曲、うん、あれを俺みたいに、原曲を、そのリズムとかドラムのパターンとかを同じで変えたような曲にしか聞こえないのね。ケンゴさんも同じこと言ってなかったかな。うん。そう、曲の構成がそっくりなの、ブラックサバスに。はい。でも面白いから結構聴いてるんだけど。はい。でちょっと時間なくなっちゃってきたんで、もういきなりかけていい、これ、はい、で聞いてみたいと思います。3番で Take Me Away。 いやマイケルスイートの歌声はいいわ。邪悪な曲これ。邪悪な曲、はい、2期なんだろう、音的にね、うん、でアルバムもなんかね、ちょっと交互に神的な曲、悪魔的な曲交互にしてあるんだね。うわっていう風に感じた。なるほど。なんか曲調とかがね、うん、それはちょっと意図がまだね分かんないんであれですけど、そんな風に聞こえたかな。なるほど。うん、まあとりあえずメイヘムです。はい。はい。Down to the Black Hearts。推し？しばらく。
いやだからサンボムがさブラックメタル系だっていうのを聞いて、あそうだったんだと思ってから、でもね一生懸命なんか説明しとったこの半年くらい聞いてないと思う。音は好き、あ本当ドラムのねタムの音とかね、うん、ギターのディストーションの音とかね、そうなんだ、うん、なんかすごい荒削りだけどかっこいいです。この映画の話から入ったからさ、うん、まあこうそういうこういうのがあるかな、なかなかなかなんかいろいろとメッセージが、メッセージが、ニューヨークの街、はい、あさっきドランケンウィズダム、この前のやつね、はい、エンディングあたりでかけられていたドランケンウィズダムなんとか対バンしている系ですね。はい、マジか、健吾さんのことはよくご存知ってことか、じゃあだろうね、そういうことか。俺昔健吾さんのドランケン何回かも見たことあるから、ファームだと思うんだけど、だから似てるからね、ひょっとしたら、うん、見させていただいているかも。向こうも気づいてるかもしれない、うん、あの知らん、あの時俺のことなんか知らん、頭一つ出てる人が知らんことはい、えもう終われて、はい、でもなんか楽しいじゃん、こう公共の電波使ってツイッターで言ったりしてってことで、今日はこの辺でお別れしましょう、はい、里八道ワイルドで行こう。狙った客は逃がすな、ピンポイント訴求聞く CM、 ミッド FM では商品の PR、 お店の売り出し情報など効果のあるコマーシャル企画をご提案します。詳しくはミッド FM 052-238-9555 まで。